を渡り、我ら人類と半獣の均衡を保つという神聖なる使命のもと騎士団は存続してきた。そして我らが創始者アサ王の名は永遠に語り継がれるだろう。大宝冠はアサ王と共に戦ったのですか？伝説ではない。だが今新たな不穏分子によりその均衡が脅かされようとしている。反乱軍、混沌と恐怖を標榜する反乱勢力が存在する限り、忌々しい雷冠という病は限界までこの町を蝕み続けるであろう。大宝冠閣下はホワイトチャペルでのことの緊急性をお分かりですね。ホワイトチャペルは我々の管轄ではない。かのアサ王がローマ皇帝ルキウスの圧政に立ち向かった際は管轄ごときに煩わされなかったと存じております。貴殿よりも長く生きてきたこの私に歴史の講釈でも垂れるつもりかね。騎士諸君に忠告する。騎士団は外だけでなく内からの脅威にもさらされている。気を引き締めるのはもちろんのこと、我らが守り続けてきた神聖なるものを破壊せんとするものを阻止せよ。反乱軍の影響は実に深刻なものだ。閣下はパーシバル教の忠誠心を疑っておられるのですか？パーシバル教は騎士団に多大なる貢献をしてきた。だが今必要なのは軽率な行動ではなく細心の注意と団結力だ。パーシバル教には根拠があります。閣下、ホワイトチャペルの事案を協議にかけるべきでは？指示があっての発言かね、ダーウィン教。ヘイスティングス教。その通り、大宝冠閣下。本件を協議にかけることを提案します。よろしい。ホワイトチャペルの件に関して王立騎士団の是非を問う。是か非か。賛成。答えは出た。これにて閉会する。騎士団は慎重になりすぎた、グレイソン。これでは衰退あるのみだ。諦めましょう、セバスチャン。忌々しい。ご立腹のご様子で。何かを決意した彼に逆らうと痛い目を見る。何があったんだ？パーシバルは捜査を続行するつもりらしいな。大法官がおっしゃってただろう、許可を出さない。パーシバル卿はどうも近頃命令に背く傾向にある。パーシバル卿の態度を心配する者もいるようだな。評議会に逆らう勇気を持つ者がいたとしたら彼しかいない。この件に関して言えば選択肢はないだろう。我々が関与するに足る証拠があると。でもお父様、パーシバルが正しかったら、もし反乱軍が暗躍しているならば、このまま待つわけには。評議会は決定を下した。これ以上話すことはないぞ、イザベル。あとは当局がやるだろう。いずれガラハットが何とかするはずだ。今は他にやるべきことがある。御意。アメリカへはどなたが行く予定で？ああ、バレット卿、ダングラス卿、それに私が。アガメムノンは評判が良いようですな、ヘイスティングス卿。インド連合会社が誇る最高傑作ですよ。快適で優雅な空の旅をお約束いたしましょう。離陸式にはいらっしゃるのですか、ルーカン卿？もちろん、お見送りさせていただく所存です。ルーカン卿、いいかね。失礼します。パーシバル卿。アラステア、ホワイトチャペルが一連の騒動の鍵だと分かっているだろう。全ての私の意見など議会の決定だ。お
お前の父親に意見できる者などおらん。お忘れですか。我々は大法官に仕える身ということを。指揮官はお前だろう。彼を説得してくれ。反乱軍の拠点を許可なく襲撃することが妥当だと。リスクは常につきものだ。では不測の事態が生じた暁にはあなたが責任を取るとおっしゃるのですか。そこで起きることは全て私の責任だ。あそこには手を出さぬよう、表向きにはですがね。恩に着る、ルーカン卿。礼には及びません。結果さえあれば。団長の仰せの通りに。それで行くぞ。そう来なくっちゃ。いつ出発を。まさかホワイトチャペルですか。お父様が。お前の兄が偵察任務の許可を下した。必要なものを揃えろ。イザベル、来なさい。ところでムッシュ、大法官のことですが。なんだ公爵。ルーカン卿とイグレイン城は閣下の養子でしょ。ああそうだ。なぜ紛争に巻き込むのです。失った人間らしさを取り戻すためなのだろう。騎士になるのは己の選択だ。私なら我が子をそんな目に遭わせたりしない。公爵、急ぐぞ。はい閣下、今すぐに。それでは。マロリーは勝手な行動を起こす傾向にある。信頼できる男だ。だがお前には彼のいわば歯止め役となってもらいたい。セバスチャンとは長いことパートナーだ。命を預けるほどの。多少の自制は損にはなるまい。くれぐれも妹を頼んだぞ。イザベルを危険から遠ざける方がよほど難しいな。確かにな。兄は心配するものだ。分を祈っているぞ。何なりとお申しつけを。さあこちらへ。ああテスラ、ちょうどいい。見せたいものがあると聞いたが。ええ、それは素晴らしいものを。グロブナー広場の事件に何か進展は。警察が捜査している。うんざりするほどな。大官がインド連合会社の玄関口にいたとは。メイフェアも変わってしまった。あ、少しばかり発明品の様子を見てきます。あ、ご自由にご覧ください。あ、気になったものを手に取って。でも慎重に。テスラ、エジソンとは最近話しているのか。エジソンと私が話すことはもうありません。あんなバカ。ずいぶん古い。こんなものを使っていたなんてな。私には分からん。テスラ、考えたな。
ガラート卿。ガラート卿。ガラート卿。どうぞこちらへ。これはあなたのお気に召すはずです。これでエジソンの弱々しい直流もこの私が発明した交流電流に変換される。これさえあれば電気系統に負荷をかけて停止させられる。真空管整流器みたいなものですよ。真鍮の断層で構造を強化している。それに上質の革のケース付き。筒の中には少量の水銀が入っていて、両方の水銀がきれいに揃えば使用可能になります。さあ試して。正確に揃えなくちゃダメだ。ああ、素晴らしい。さすがだな、テスラ。あなたの貴重なご意見を頂戴できればと。さあ。SX-AT4 マークスマンカービン。素晴らしい。あなたはいつもお目が高い。テレスコープもつけておきました。長距離にうってつけです。試していただければ大変光栄です。喜んで。お見事。音も抑えた方がいいな。すぐに取り掛かります。他にご覧になりたい発明品はあります？そそられるが戻らなくてはな。もちろん。あ、ラファイエット将軍に頼まれていたモノキュラーがテーブルの上に。渡しておこう。二手に分かれるぞ。イザベル、お前とラファイエットは大通りを南から、ガラートと私は北から入る。フランス人はガラハートに譲りますわ。私に下心があるとでも？騎士のお手本のような紳士でいることをお約束しましょう。もっと経験豊富な騎士に守ってもらいたいものね。守ってもらう必要があったとはな。いいだろう。お前はガラハットと。いつか私の腕前を見せて差し上げます。きっとね。そのうちね。いいか、ここは反乱軍の縄張りだ。我々の侵入を知ったら奴らは怒り狂うだろう。メイフェアの証拠を頼りにまずはロンドン病院に向かう。まさか本当にライカンがここに潜んでいるとは思えませんがね。本気で反乱軍と反獣が結託していると。閣下はそう考えておられる。信じがたいがな。人を信じることあるんですか？信じる前に必ず疑え。これで何世紀も生き抜いてきた。気を抜くな、いいか。ここから先は忙しくなるぞ。ああ、ワクワクするな。盗人に詐欺師、犯罪者たちの巣窟だ。
昔はこんなところでは。かつてはそこに教会があり、旅人たちがよく泊まっていた。私が生まれる前です。城壁すらない頃だ。今では匂いだけでホワイトチャペルがわかる。病院でお茶を。気を抜くなよ。よい。こっちです。肺が温かい。ラファエット。勢いで血を流してやがるぞ、こいつ。ひでえな。起き上がれ。変な場所だ。政府は今が最盛期だという。大英帝国は確実に進歩していると。だがその進歩が何をもたらした。諦めに押し込まれ、惨めな生活を送る者も少なくない。工場で長時間働き、手に残るのははした金と雇い主から告げられる心のない慰みだけだ。子供たちは薄暗い炭鉱でその身を粉にして働き、その儲けで富裕層は銀の皿で食事を取っている。行くぞ。これが我らの望む国か。違う。我々の使命は。その通りだ。さあ兄弟たちよ、戦おう。お前が似てるは誰だ。共に力を合わせ。大王様。お前のせいで死んだんだぞ。貴族様は手を汚さず感染か。もう大丈夫だ。怖がることはない。あいつが切り裂き魔だったなんて知らなかった。普通の男だったのよ。昨夜また一人殺されたのか。知らなかった。そっとしておきましょう。知らなかったな。大丈夫、もう平気だ。ここを通っていくぞ。
中にその武器は持ち込めねえぞ。ここにいたけりゃ銃を置いてき。ごきげんよう。ちょうどコートをかける場所を探していたんです。よこしな、楽しんでいけよ。大丈夫ですよ。軽く中を調べた方が良さそうですね。またの機会に。今までにない体験をさせてあげる。そうだろうな。やるじゃない。公爵、お遊びは終わりだ。何なのよバカみ。急いで出口を見つけるぞ。ちょうどいいものがある。どなたか私のポケットの中に手を入れて。よこしな。それで十分です。十分すぎるわよね。では上に参りましょう。準備はできた？一生の思い出にしてあげる。さあこっちよ。こっちに。ちょっとちょっと何してるのよ。そこじゃないわよ。あいつらどこで。そこにいるわ。お友達とね。おい、そこから出てこい。あら、どうも。うん。おいおい。お許しください。武器を持て、行くぞ。ラファイエット。面倒なことになったな。
短く2回、騎士は長く1回。騎士、本当は逆なんじゃないか。ほら、短いのは騎士用で、長いのは殺とか。どうでもいいだろう、とにかく注意するんだ。でも、騎士だとしたら助けを呼んだ方が。万が一あの悪魔どもがうろちょろしてたら。嘘だろ。どういうことだ。倒したぞ。いいぞ。屋根の上を行くのはもうよしませんか。そうだな、違う道を探すとしよう。ここから出られる。楽勝。あまり歓迎されてないみたいですね。注意するんだ、これ以上面倒は起こしたくない。この女王は救われなかったようですね。行くぞ。
火する。先へ進むぞ。奴らの増援が来る前にな。道を塞がれた。そこを抜けるぞ。よし、分かった。Let's go.
きの増援、中庭に。よし、分かった。地上で戦います。よし、分かった。破壊した。
応援はもういないようです。復讐もう少しですよ。ここにいたぞ。やった。よし、急いでこの道を離れるぞ。了解です。手を貸してもらえますか、ムシュ。パーシバル、パーシバル、応答せよ。無駄ですよ、ムッシュ。建物で電波が届かない。発展の弊害か。モノキラーを。目標を確認。西2マイルにロンドン病院。味方はいます？いないな。いたぞ、あそこだ。それではパーティーへ。お迎えに上がるとするか。司令部、こちらガラハット。ホワイトチャペル付近の仲間と通信できるか。司令部、こちらガラハット。ダメです、ムッシュ。ここは管轄外です。大法官閣下がお怒りに。軍法会議なんてごめんですからね。その心配は後だ。ガラハット様、こちらセンチネル5、ホワイトチャペルから9マイル地点に待機中。指示願います。センチネル5、こちらガラハット。至急上空援護を要請する。了解しました、ガラハット様。1秒間隔で赤と青の信号を送っています。目標地点把握につきシグナルを要請します。
ムシュ、我々の位置を知らせないと。ガラハット様、こちらセンチネル5、現在地を確認することができました。224度に進路変更、ホワイトシャペル上空到着までおよそ8分の見込みです。了解、センチネル5、待機地点にて指示を待て。行きましょう。液尿の匂いが。パリのスラムはいい匂いがするんだろうな。臭いものは臭いですよ、ムッシュ。世界のどこへ行ってもね。どラファイアス、ご心配なく、ムッシュ。平気です。探した方がいいのでは。焦るな、公爵。またですか、焦るな。いつもそれだ。リロードする。置いてけ、ジミー、時間がない。ほら、俺が見張ってるから。了解。行くんだ、早く。どうした、行け。切れた、敵のリーダーを倒した。後ろだ。行くぞ。道草でもしてたのか。ちょっとした邪魔にあって。奴らよそよりいい武器を持っている。このマーク、見覚えは。騎士団の。どこで。ついてこい。なんてこと。正体に行き渡るくらい武器がありますよ。騎士団のために作られたものまである。アークガンまで見つかったそうだ。まさか武器が盗まれていたなんて。そうじゃない。さあ、手を貸してくれ。中を見てみろ。一体何です？エセックスサーマイトライフル。数週間前に支給されたものか。
これは割り当て前だ。反乱軍はこれをどこから？それは今私が調べている。あ、お話し中失礼いたします。上に来てください。出番のようだな。マドモアゼルを助けて差し上げましょう。リグレイ、待たせたな。遅かったじゃない。行くぞ。一体何をしてたのか。敵が潮流所に。腕を持って、そっとですよ。よし、いいぞ。いいか、動かすぞ。敵の増援ですか。これじゃいい的ですよ。まだ来るわよ。ルシュ、あともう少しですよ。よし、いいぞ。入れ、入れ。今度は落とすぞ。いい作戦。ガラハット、逃げ道を探してくれ。探してます。傷はどうだ？肺を貫通してます。それに腹部にも一発。とにかく休んでいなさい。きっと助かる。あそこから出られそうだな。やつは立て直しています。全員下がれ。転下。
動かせるか。もう手遅れです、ムッシュ。無駄だ、ラファイエット。ここに神はいない。さあ行くぞ。あそこなら数百メートルです。だが反乱軍も待ち構えているだろうな。やつらを回収したんだ。敵を倒したわ。弾が切れた。暇はないぞ。リロードする。嫌になるな。何なんですこの街は。そこら中行き止まりだ。飛んだ近道ね、素敵。どうするの。ラファイエット、モノキュラー。リロードする。援護する。柱の裏に隠れてるぞ。早く行かないとまずい。線路を崩せそうだな。あそこに上がれば橋を崩すことができる。イグレイ、ラファエット、お前たちは援護を頼む。パーシバルは私と。カーマイド
ガハット、サマヒトで橋を落とすんだ。縄が切れた。サマイトで橋を落とすんだ。サマイトです、逃げて。リロード中。イグレイ、ラバイ、用意です。じきに先に進めることだ。サマイトを設置、爆発に注意しろ。お前たちの指揮官は？あそこに。巡査部長。これは、騎士団の方々がなぜ…周囲の確保はどうした？向こうで妙な物音が、行かない方がいい。心配するな。聞こえた？他の奴らはどこに？ええ。静かすぎる。何か変だわ。ガラハット、今の。私も見た。何をです？半獣だ。病院から出てくるぞ。奴らを追い払うぞ。急いで。センチネル。センチネル5、こちらガラハット、聞こえるか？ガラハット様、こちらセンチネル5、待機しています。センチネル5、今すぐソナーダンを投下してくれ。ソナーダンの投下を行います。目標地点にビーコンの設置を願います。クソ、トランスミッターは？さあムシュ、私の通信機を。たまには役に立つな。ビーコンを捕捉、アンカーを投下。ソナーダン投下まで5、4、3、2。来るぞ、機器を切れ。今がチャンスだ、行け。奴らがどこから来たか見つけ出すんだ。後ろは任せろ。ムシ、さあこれを。お気をつけて。分かってるわよ。うまくいくといいが。あなたご自慢の直感は何て？何が起きてもおかしくないだろう。あら、その程度？認めたら鈍ってきたって。なんていうことだ。ここで一体何が？